本物だったらすごく高価だと思われる腕時計見つけました。まあ、質感から全て偽物ですね。オメガ。多分偽物だろうね。ラド。なんか後ろの作りが偽物っぽいですね。ラドっていうステッカーがペタッと貼ってる。これも何か嘘っぽいですね。ロレックスオイスターデートプレシオン。後ろもなんか嘘っぽいですね。なんかこんな、彫り込みじゃなくてなんか貼ったる感じ。ロレックスってマーク、革ベルトに貼ってありますね。貼ったるってか、押されてますね。片押しみたいな。ジェニーンレザー。あとこれ、フランクミュラー。これやったら軽いんですよね。しかも機械式じゃない。振っても動かない。これにもジェニーンレザーって書いてありますね。これが本物だったらすごいでしょうね。ぜひ私のチャンネル登録してくださいです。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。